こんにちは。今日も JLB インバウンドカレッジやっていきたいと思います。で、今日のテーマなんですけれども、インバウンドに興味を持ったらまず読むべき3冊の本というところで本を紹介させていただきます。で、インバウンドと一言で言ってもいろんなジャンル、いろんなテーマがありまして、一部分だけ見ていてもインバウンドについてはわからないので、全体像がわかるような本をですねご紹介していきたいと思います。で、まず1冊目、1時間でわかるインバウンド対策という本です。インバウンドの担当者向けのメディアですね、訪日ラボさんが書かれている本なんですけれども、特徴としては1時間でわかるというふうに書いてある通り、本当に1時間ぐらいで読めるような薄い本になっています。薄いんですけれども本当に重要な部分は押さえてまして、インバウンドとは何か、かなり初歩的な部分からですね、なんで外国人観光客がこんなに増えたのかとか、なんでインバウンドが日本にとって重要なのかっていう話が書いてありますし、あとは国別ですね、本当にインバウンドといっても国によって全く特徴が変わってきますので、国別の特徴と対策っていうところが書かれていたりとか、具体的にお店がですねどういうことをやっていったらいいのかっていうところが書かれています。簡単に少しだけ説明すると、 Wi-Fi を取り入れた方がいいよとか、あとはクレジットカード決済をやった方がいいよとか、あとはメニューを多言語化した方がいいよとか、ウェブサイトも多言語化した方がいいよとか、そういう具体的なまずやるべきことっていうところが書かれていますので、これインバウンドの全体像を本当にサクッと理解するためにはこの本が一番いいと思います。インバウンドの本もですね、僕も本当に100冊ぐらいおそらく読んでるんですけれども、この本が一番読みやすい、まず最初に読むべき本はこの本だなっていうふうに思いますので、これから取り組みたい方、まだあんまりインバウンドについてわからないよって方はぜひこの1時間でわかるインバウンド対策という本を読んでみてください。超インバウンド論という本です。この本はインバウンドの最前線で活躍されている JTB の取締役の坪井さんという方と、あとインバウンドの会社としてはかなり有名な大和心の村山社長のお二人がですね書かれている本です。で、この本の特徴は対談形式になっていまして、インバウンドのいろんなトレンド、いろんなジャンルの話がその具体的な話とセットで出てきます。例えばナイトタイムエコノミーの話であったりとか、アニメツーリズムの話であったりとか、あとは外国人観光客含め観光客がたくさん来てしまう問題である観光公害とか、オーバーツーリズムとも呼ばれますけれども、その辺のテーマについて書かれていたりとか、 LGBT について書かれていたりするんですけれども、本当にそういう形で具体的な話、もう本当にこの具体的な話が出てくるのがこの本のすごく面白いポイントで、インバウンドあんまり興味ない方もこの本は読むとすごく面白いと思います。どういうアニメが、なんでアニメが人気になったのかとか、そういうふうに書かれていますので、すごく面白い本です。ぜひ読んでみてください。こちらです。世界一訪れたい日本の作り方という本です。この本はですねデイビッド・アトキンソンという方が書かれているんですけれども、このデイビッド・アトキンソンさんはインバウンド業界でおそらく知らない人がいないであろうすごく有名な方です。この方がすごく有名になられたきっかけが新観光立国論っていう、この本の1個前に出ている本なんですけれども、その本がですねベストセラーになって、インバウンド業界の人だけではなくて一般の方々にも結構読まれました。なんで今日本はそのインバウンドとか観光っていうところが重要なのかっていうふうに書かれた本なんですけれども、この本に関しては実はその新観光立国論の実践編っていう形で、続編ですねとして出されたのがこの本です。この本が出てるのは2017年の夏なんですけれども、この本の大きな特徴としては、そのデイビッド・アトキンソンさんが元ゴールドマン・サックスのアナリストっていうこともありまして、かなりデータが活用されています。ただこうデイビッド・アトキンソンさんの意見が書かれているんではなくて、データを踏まえてですねいろんな話をされているのがすごく勉強になります。例えば日本はアジアからの旅行者がすごく多いですね。7割8割アジアからの旅行者なんですけれども、今一番の伸びしろは欧州だ、ヨーロッパだというふうにデビッド・アトキンソンさんはおっしゃられていて、でそのヨーロッパの中でもドイツをターゲットにすべきだっていうところを論じているんですけれども、それもデータを踏まえて書かれていたりしますので、興味がある方はその章も読んでみてください。あとは本当こちらもデータを踏まえて
世界から見た、まあ、日本、観光の視点で見た日本がどれぐらいのレベルにあるのか、どういう状況にあるのかとか、日本の大きな強みは自然にありますとか、あとはIR ですね、統合型リゾート、カジノを含めた統合型リゾートっていうところの重要性っていうところも本当にデータを踏まえて書かれていますので、結構インバウンドについて詳しく知りたい方はこの本を読んだらいいと思いますし、先ほどの2冊と違ってですね、この本はですね、インバウンド、日本におけるインバウンドへの提言っていう形で書かれていますので、まあ、具体的な話がたくさんあるというよりは、小さい話が書かれているというよりは大きい話が書かれていますので、本当にインバウンド全般ですねについて、インバウンドの大きく捉えたインバウンドっていうところを知りたい方はこの本を読んだらいいと思います。ただ具体的な話がいっぱい書かれていない、その例えばインバウンドに取り組みたい方が Wi-Fi がどうとかっていう話ではなくて、このインバウンドが今後どういう風な道をたどっていくのか、どういう未来があるのかっていう風に書かれているので、まあ、これは短期的ではなくて長期的に見た形のインバウンドが書かれていますので、まあ、そういうところまで知りたい方はぜひこの本も読んでみてください。で、今日3冊紹介したんですけれども、読む順番もですね、この紹介した本の順番で読んでみるといいと思います。この1時間でわかるインバウンド対策っていうところが1冊目で、2冊目が超インバウンド論で、3冊目が世界一訪れたい日本の作り方っていう風な形で順番に読んでいただくと、インバウンドのことについてかなり詳しくなると思うんですが、本の厚さが全く違くてですね、本当に倍じゃないですけど、それは言い過ぎですけれども、本当にこのぐらい太さが違います。この1時間でわかるインバウンド対策は本当にサクッて読める内容ですけれども、世界一訪れたい日本の作り方はもう一般的な本よりもかなり分厚い内容となっていますので、本当にいきなり普段 本を読まない方がいきなりこの世界一訪れた日本の作り方を読もうとすると挫折してしまうと思いますので、ぜひ無理はせずに1時間でわかるインバウンド対策の本から読んでみてください。はい、という形で今日は3冊本を紹介させていただきました。JLB インバウンドカレッジでは、インバウンドの最前線であったりとか最新ニュースの解説などを発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。で、今日の動画の感想とか質問、または今後どういうテーマでやってほしいなどありましたら、気軽にコメント欄の方に書いていただければ、そちら見て発信していきたいと思います。はい、また次回も楽しみにしてください。じゃあね。概要欄にあります大森俊太のインバウンドカレッジの Facebook グループでは、インバウンドの最前線や一般公開していない情報などを発信しています。無料ですので、ぜひご参加ください。